ちろんわらわがと言いたいところじゃが、みんなで準備したのじゃ。あやつも手伝ってくれたのだぞ。みやこもお手伝いしたの。でも大きなプリンを乗せようとしたらみんなに止められたの。分かってないの。ゆりさん、あかりさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。同時にお祝いできるなんて賑やかで楽しいですね。あなたもそのありと、やっぱり何でもないわよ。お姉ちゃんまた照れちゃって。こういう時は素直にありがとうっていいんだよね。お兄ちゃん、私とあかりにかかればこんなもんよ。あかりの方もいい感じじゃない。もちろんだよお姉ちゃん。でもちょっと物足りないかも。もう一つくらい書いちゃダメ。私ももう少し書きたいという気持ちはあるのですが、みやこさんがもう限界みたいです。プリンはどこなの。いい加減プリンを出すの。さっきまでおとなしく手伝っていたかと思えば。ってやめい。わらわはプリンなど持っておらんわ。イリアさんは本当にプリンなんて持ってないから。あかり、これ以上暴れないうちに。